ようこそハッチガーデンへ。オーナーのハッチです。今回は前回の動画の続編、お値下げ品として売られていた多肉たちの最新の様子を動画に撮りましたので、どうぞご覧ください。こちらが購入当日の様子です。管理が行き届いていなかったようでスカスカの状態でした。そしてこちらがその3週間後の様子です。かなり復活したのがわかります。復活の過程が知りたいという方は前回の動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。こんな感じでね、結構根っこが伸びてます。買ってきた時はね、こんなに元気になるとは思ってなくて、まあ、ちょっと心配だったんですけど、ここまで復活してくれて本当嬉しいです。はい、というわけで植え替えが完了しました。と小持ちネギはまあ、ここで見ればわかると思うんですけど、こう横にね、ランナーっていうのかな、これも伸びてこう横に広がっていくような多肉植物なので、ちょっと隙間を空けてね、まあ、横に伸びていきやすいように配置をしました。で、ちょっと土が若干粒が粗いのでね、その辺も取り除いてうまくこう新芽が伸びていくように手入れをしていこうかなって思ってます。で、水やりはなんかこれ買ってきた時のタグの裏に書いてあったんですけど、土が乾いてからだいたい3日から5日ぐらい置いて、そこからね、こう鉢の底から水が溢れるぐらいたっぷり水をやってくださいっていうことだったので、まあもうここまで来たらね、そのちゃんとした育て方で管理していこうかなと思うので、まあ、そのやり方を実践していこうと思います。ちなみに白銀の前もですね、この通り元気にしております。だいぶね、新芽が伸びてきて、まだちょっと植え替えには早いかなと思って、この状態で台所の窓際で管理してます。でもね、結構ほら伸びてきてるんですよ。この完成形になるのが楽しみです。で、管理場所については台所の窓際から今度ベランダの窓際に移します。もうそろそろね、この子たちも表に出す予定なので、まあ、休日とかね、天気のいい日、少しずつ、まあ、短い時間なんだけど表に出して少し日光に当ててね、いきなり出すと葉焼けしちゃうと思うので、少しずつ日光に慣らしながら徐々に外に出していくので、その中にね、さっきの小持ちレンゲも一緒に出していこうかなと思っています。現在の温度と湿度はこんな感じ。いつも 60% から 70% になるようには気をつけています。まあこれは台所と同じですね。台所と大体同じぐらいの湿度を保てるように気をつけています。いかがでしたでしょうか。今後もこの2種類の多肉植物のその後の様子について動画を撮ってアップしていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。またサブチャンネルではこのチャンネルの撮影裏話やハッチの日常をラジオ形式で配信しておりますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ハッチでした。バイバイ。